情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様この動画面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、共有ボタンで拡散をお願いいたします。中国経済ガチカウントダウンの時間がやってまいりました。まあ相変わらずね、ネタにこと書かない、もう次から次へネタが来るんでね、紹介しきれないんですけど、今日はですね、地方政府の話題です。まあこれ前からね、問題でしたよね。債務がもうすごい広がってるんじゃないかとかね、大きくなってるんじゃないかとか、返せねえんじゃないか、財政破綻するんじゃないか、いろいろ言われてるんですが、ちょっとロイターがですね、昨日ね、こんなニュースを報じてるんです。中国、有志兵団の短期外債発行を禁止、規制抜け穴塞ぐ、関係者という記事ですね。ちょっとわかりにくいんですけど、何が起こったかというとね、ちょっとこの記事を共有すると、中国当局が多額の債務を抱える地方政府の投資会社、有志兵団に、期間364日のオフシュア債券発行の停止を指示したと、複数の関係者が明らかにした資金調達規制の、抜け穴を塞ぐ措置というということで、もう有志兵団借金しすぎなんだよ。もうこれ以上借金禁止と、特に外国から借りるのはもう禁止という、まあそういう禁止令出したと、いうことなんですね。で、この有志兵団ってのは何かというとですね、もうこれずいぶん前から問題なんですね。5年前のね、日経新聞の記事があるんですよ。でね、そこにね、まあ、有志兵団の解説がありまして、まあ、図解があるんですけどね、この図ちょっとわかりやすいんですけどね、ちょっと皆さんにね、はい、これをお見せするとね、有志兵団って何かというと、地方政府の別動隊です。はい、簡単に言うと、まあ、日本では、第三セクターと言われてるものですかね、三セクみたいなやつで、まあ、投資会社作るんですよ、地方政府がね。で、そこに資金を、集めます。金融機関とか、シャドーバンキングとかね、もう手当たり次第金集めて、で、これを投資するんですね。で、この投資先が恒大とか碧桂園みたいなですね。まあ、建設会社と、いうことですね。まあ、これ土地バブルが右肩上がりに行くという前提でですね、まあ、作られた制度というか、まあ、これ乗っかってガンガン行ったんですけどね。で、この有志兵団があまりにも野放図に借金するので、借金禁止令が出ましたと。なぜかというと、この下のインフラですよね。このインフラがですね、全然売れねえし回ってないので、維持費がかかるわけですよ、この不良債権の維持にね。で、そこ金食い虫みたいになってて、まあ、有志兵団がね、そこにこう、野放図に金入れてるので、もうやめてと。この有志兵団自体がね、もう破綻したらどうすんのということで、まあ、禁止令が出ましたと。まあ、簡単に言うとそんな感じです。で、今紹介したですね、この図ね、日経新聞のですね、2019年12月20日の記事なんですよ。コロナ前ですね。コロナ前のこの記事ね、こういうヘッドラインです。中国、地方の隠れ債務警戒。昨年末、650兆円推計もということで、今からまあ約5年前ですね。この段階でですね、42兆元、まあ、当時の日本円の価値で、650兆円ぐらいが、まあこの隠れ債務としてあるんじゃないかと。この42兆元っていうのをちょっと覚えておいてくださいね。これがですね、2018年末の時点です。ごめんなさい。だから今からもうほんと6年前ですね。6年前の時点で42兆元、当時の通貨価値で650兆円ぐらいの、まあその隠れ債務があるんじゃないかと。で、その隠れ債務って言っても、それにね、まあ見合った資産があればいいんですけど、まあその資産がまあバブルで水ぶくれしてただけでね、実際にはその債務よりもね、その債務をその裏打ちする担保価値としては、全然ない、まあ場合によって半分とか4分の1ぐらいしかないんじゃないかっていうのが今のまあ問題なんですよ。で、この当時もですね、日経新聞は、有志兵団や政府系企業の債務不履行も起き始めており、信用リスクへの対応が急務になっているというふうに書いてます。で、これ実際にですね、もうこの頃からですね、まあ事件が起こってまして、例えば、2016年に発行したですね、内モンゴル自治区の有志兵団ね、これね、フフホト経済技術開発区投資開発集団というところが出した、まあ、債券なんですけど、これその3年経ってですね、2019年にですね、元利ともに支払いできずデフォルトをしてるんですね。はい、チャイナ国内でね。はい。で、これまあ一部だったんです。当時は一部だったんです。で、同じ年にですね、これね、2019年、天津市ですね。天津物産集団というですね、まあ政府系の、会社ですね。その他中国を代表する国有複合企業、中国中心集団傘下の企業でも、社債の、元利払いが滞ったと。さらに中国の、情報会社、第一営というのかな、第一系か。第一系のデータによると、19年の政府系企業による債務不履行は12月中旬までで27件に上っていると。もうこの頃から実はデフォルト出始めてたと。まあ、不動産バブルもまあ息切れ実はしてたんですね、19年ね。で、この後まあレッドラインだっつってね、総量規制やっては完全に崩壊していくわけですけど、まあ兆候はこの頃から出ていましたということで、42兆元ね。はい。有志、兵団のですね、債務残高42兆元と言われたのが2018年末なんです。で、それがですね、
去年ね、またこれ NHK ニュースで記事が出てるんですけれども、これね、ヘッドライン公開であります。これちなみに記事の日付はですね、去年の11月15日ね。はい。あれから5年経ちましたみたいな感じなんですけどね。中国の地方都市高まる財政破綻リスク、債務1800兆円の衝撃ということで、単純に日本円で比較して3倍ぐらいになっているということですね。はい。で、これ記事出てまして、これによるとですね、特殊な投資会社ということで、GDP を成長させるために、道路や橋などのインフラ開発を推し進めてきた貴州省。まあ、これ貴州省の話ですね。しかし、開発のための財源には限りがありました。そこで地方政府が出資して作ったのが、融資平台と言われる特殊な投資会社でしたということで、先ほどね、図解したやつですね。はい。中国の地方政府は、中央から認可された債券発行以外、資金調達が認められていません。それを回避して資金を集めるのが融資平台ですと。で、そこにですね、銀行の融資や債券の発行によって資金を集め、で、その集めた資金でね、碧桂園とか恒大に発注してですね、都市開発をやっていたということなんです。で、その資金を集める方法の一つである、短期の外国、ね、外債ね、ね、まあ、ドル建て債ですけど、この発行が、まあ、つい最近、まあ、昨日ですね、禁止されたと。まあ、発表はないんですけど、関係者の、まあ、証言で、どうもこれが禁止されたということで、まあ、債務が幾何級数的にね、のほうずに増えていってしまうことに対して、まあ、中国政府が警戒していると、いうことです。で、IMF の試算にね、これNHK の記事に書いてあるんですけれども、地方政府が発表している債務は35兆元と、言っているんですが、隠れ債務については56兆元と、いうことで、これ両方合わせるとですね、91兆元か、ね、合計でですね、だからまあ約、1800兆円ということです。で、5年前の記事ね、42兆円だったのが、91兆元ですから、まあ、日本円で見ると3倍になってますけれども、現地通貨で見てもですね、まあ、大体2倍ぐらいですよね。42兆元が91兆元ですからね。はい、両方合わせて、35兆元プラス56兆元ね、表の債務と裏の債務合わせて、まあ、そんな感じ。まあ、隠れ債務だけで42兆元が56兆元だとしても、これもま、1.5 倍。かな 1.5 倍までいかないかなぐらい結構増えてるので。まあ、いずれにしてもですね、表の債務、裏の債務合わせてですね、まあ、かなり増えていると、いうことです。で、ただですね、NHK の記事はですね、この金額がそれぞれの地方政府にとってどれぐらいインパクトがあるのか、個別の債務の分かるデータについてはほとんど公表されていないと、いうことなんで、まあ、これ何が起こるか分からないと。まあ、一応表の債務だけでですね、その債務比率のね、ワースト10をやるとですね、天津、重慶、湖南省、貴州省、厚生省みたいなのがですね、トップ5に、まあ、なるそうです。それから、あと、債務比率が、低いのは意外と上海とかですね、広東省は低いらしいですね。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、この融資平台ね、まあ、作ったはいいけれども、その、まあ、野放図な開発によってですね、まあ、その債務の担保となる資産の方ね、こちらがだいぶ傷んでると。で、さらに不動産バブル崩壊でですね、まあ、完全にこれが傷んでるっていうことが、まあ、明らかになりつつあってですね、まあ、そんな中、このね、中国政府がですね、まあ、この融資平台の、まあ、これ以上借金はもうやめてねと、特に外債はやめてねという禁止令を出したということで、まあ、中身は、公開されないんでよくわからないんですが、まあ、結構厳しいんじゃねえかなと、いうふうに思います。で、一応最初の記事に戻るとですね、ロイターはこういうふうに書いてます。ここに来て、当局が新たな指示を出した背景には、融資平台がオフショアで364日ものの債券を発行するケースが相次いだということですね。これ借金詰まってくるとね、どうなるかっていうと、どんどん債務が短期化していくんですよ。はい。返す余力のある人ってね、長期でね、金利がね、多少高いやつでも、ね、借りれるんです。まあ、要は、潰れないだろうというね、みんなのまあ、確信がある程度あるうちは、割と長いね、債務って、まあ、債券売れるんですよ。足の長いね。はい。要はその、返済までの期限が長くてもね、大丈夫っていうふうに判断されるんですけど、これ危ねえんじゃねえかってなるとですね、どん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 この、まあ、債券のね、このまあ、償還期限がまあ、短縮してってですね。で、最終的には360、まあ、1年ものですよね。364日、ものっていうのはね。まあ、1年もの債券をまあ、大量にこうまあ、出してですね。もう短期でとにかくもう資金繰り苦しいからもう、ね、短期の資金でぐる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 回して繋ぐみたいなまあ、感じになってると。で、これ相次いでいったということなんですね。で、中国の証券監視管理委員会ですね。償還会というらしいんですけれども、こちらが2023年1月に出した、中長期外債に関する規制では、期間が1年以上のオフショア債発行は当局の承認を得る必要があると。このためですね、期間を1年未満、つまり364日ですよ。365日じゃなくて、ね、ギリギリ、短期なんだけれどもギリギリ長く借りれるやつを、まあ、大量発行してですね、まあ、どうもこれで資金繰り繋いでいたらしいと、いうことです。
で、天風証券というところをまとめたところによるとですね、2023年に融資平台が発行した364日もののですね、オフショア債は27銘柄。大半は10月以降に利回り 6% 超で発行されていると。最大の発行体は3トン賞で12銘柄、11億ドルと、いうことだそうです。で、3トン賞というのはですね、ランキングに入ってないですね。ランキングに入ってないから、まあこれぐらい出せたのかもしれませんね。はい、悪い方に入ってないですね。で、まあやっぱこの、発行はですね、もう東京に止められて、まあすでに止まったと。いうことですね。まあ、規制をかいぐってですね、まあ、なんとかこう、資金調達をしようと、したんですが、まあ、どうもこの道は塞がれたということで、まあ、融資平台、これ、資金がだから、まあ、詰まってくるとですね、結構厳しいんじゃねえかということでね。まあ、なんとなくですけど、重税問題に似てますね。うん、日本も総量規制やった後に、銀行のですね、不動産融資っていうのが、まあ、総量規制されちゃうんで、重税が抜け道になったんですよ。住宅専門金融会社ってのは抜け道になってね。で、そっちにこう融資することで、ノンバンク経由の迂回融資みたいなことをやって、で、銀行側もですね、ちょっとこの人返済能力危ないなって人を、重税側にくっつけたりとかですね、で、自分らは大丈夫な、そうな客だけ囲ったりとか、いろいろそういう問題があったんですけれども、まあこれもですね、まあ規制逃れの、まあちょっとしたテクニックだったんですが、まあチャイナ当局に塞がれると。いうことで、まあ、融資平台結構厳しいのかなと。で、実はね、1月5日にもこの融資平台に関するニュースがありまして、このように書いてあります。中国の融資平台、債務の早期償還を積極推進、投資家から不満もと、いうことで、融資平台がですね、2018年以来の早いペースで、債務の早期償還を進めているというこのニュースなんですね。で、中央政府が地方政府の借り入れコスト圧縮を狙って打ち出した、債務借り換えプログラムが読み水となった形だと。利回りが高い融資平台債を手放したくない投資家からは不満の声も出ているということで、これはですね、繰り上げ償還をまあ積極的に行っているということですね。まあだから政府の方からですね、中央政府の方から、まあ借金肩代わりみたいな感じで、まあ新たなですね、まあ金利が低いけれども、まあ中央政府の信用で、少しですね、まあ金利は安いけど、まあ長期の債券ね、まあこういったものにちょっとこう借り換えてですね、で、これでまあ融資平台のまあ債務をですね、中央政府に付け替えてしまうというマジックをどうも使っているのではないかという記事です。で、この記事ちょっと読みますとね、融資平台による債務償還は、中央政府が地方政府に1兆元相当の特別借り換え債の発行を認めた昨年10月以降に急増と。要はだからこの2、3ヶ月前から急増していると。で、フィナンシャルチャイナインフォメーションテクノロジーのデータによると、去年12月の早期償還は378億元相当と月間としては5年ぶりに高い水準になったと。で、一方ですね、投資家はですね、融資平台からね、まあ本当は高い金利でね、はい、リターン得てるんですけど、それがもう早期に償還されちゃうんで、不満ですと。いうことです。まあ、とはいえですね、2024年に大量の債権が満期を迎える地方、政府の財政はですね、一段と苦しくなっていると、いうことで、まあ、この早期償還ね、やることで、まあ、少しでもその、まあ、利払いコストを圧縮しようということでやってるんですが、いや、ただね、その、利払いコスト圧縮するって言って、でもその、返済してるお金はやっぱ借りたお金で返済してるわけですよね。ね。だ中央政府が提供したこの1兆元というですね、まあ、低利融資。ね。これで、ま、ただ単に借り換えてるだけですから、問題はですね、一般投資家から、ま、政府に移ったと、いうだけでして、あんまり解決している感じはしないですよね。で、さらに言うと、チャイナ共産党が一番恐れてる、中央政府のバランスシートの悪化っていうのもこれで起こっていきますので、これあんまりやりすぎるとですね、また人民元が暴落みたいな話に、なるんですよね。それ習近平いいのかなということで。まあ、いずれにしてもですね、なんか対策が一貫しないし、根本解決にはちょっと程遠いかなと。で、さらに言うとね、これマイナスをゼロにするためだけの、借り換えでしょう。ね。地方政府がですね、財政基盤が脆弱で、結局融資平台みたいなね、土地の錬金術に頼らないと、まあ、ろくに財源がないという状態は何も解決してないわけですよね。で、さらに言うと地方政府が財源がないために、公務員の給料の支配とかね、それから人民解放軍の兵士のね、特別手当が出ないみたいなね。まあ、こんないろんな問題がですね、これいくらやったところで何の解決もしないということなので、まあチャイナとしては優先順位考えてやってますということなのかもしれませんが、まあ、庶民の生活とかね、まあ、公務員の皆さんのね、その給料支配問題とかには、あんまりこれいい影響もないですし、というか、まあ、ほとんどプラマイゼロというか、ね、単なる債務の付け替えなんで、問題は全く解決してないんじゃないかなと、老婆心ながら思ってしまうんですけど、まあ、チャイナ共産党のことですから、みんなお見通しなんじゃないかなと、いうふうに思っております。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタンと、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、
内容気に入ったらね、共有ボタンで拡散の方をお願いいたします。それから私のことを特に応援したいという方、ぜひ、Thanks ボタンとね、それから、八重洲イブニングラボの方ね、ぜひ、お入りいただくと嬉しいなと、下に URL つけておきますんで、よろしくお願いします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。